これ以上無理だ。ソラ、俺は信じてる。お前は諦めない。おい、え？光は予知書通り敗北したのだ。え？空一人になっちゃったよ。チェックメイト。言い伝え通りだな。光は闇に敗北する。また違う策を考えとくんだな。まだ終わってないよ。まだ戦える。いや、そんなはずない。今ので詰んだはずだ。うん、危なかったけどね。でも結末が決まってるのはつまらない。光は目に見えるものだけじゃない。そう言っただろ。光は過去からだって届くんだ。ここは？ワールドだったのこれ。ザ・ファイナルワールド。なんかさ、あ、やっぱそうだわ。なんかもう最初1パート目ぐらいにさ、同じような風景っていうか、もう全く同じ風景がありましたよね。君だよね。誰？あ、チリシーとか。うお、
世界って何？これ以上先がないって意味だね。これまで君は個々の精神の中で形成される目覚めの園から勝手に来てたから放っておいたんだ。眠りと死の間は密接で、目覚めの園とここはつながってるんだよ。死の間際？そう、心と体が共に最後を迎えたのに消滅しないものがこの終わりの世界にたどり着く。心と体が最後を迎えたって俺どうなったの？何かが君を引き止めてるんだね。だから消えなかった。まだギリセーフだね。俺と一緒にいたみんなは？君と同じタイミングでここに来た人はいないよ。ここに来てないならもう消滅してしまったか、元の世界にとどまってるんじゃないかな。助けに行かないと。ちょっとどうする？キーブレードは出せるんだ。いつもみたいにはここから出ていけないよ。え？さっきも言ったように君はいつも勝手に来たり帰ったりしてたけど、今回は自分から来たわけじゃない。元の世界にいる本体の君に戻るには、まずこの世界でバラバラになった君を元に戻さないと。はあ。え、バラバラになってるの俺？あ、いや、実際には違うけどね。形式上そう言っただけで、中身はともかく姿は君のままだと思うよ。なんだよ、びっくりさせるなよ。めんどくさいな。ここは本来心だけがたどり着ける世界なんだ。でも君がこの世界でその姿を保ってるってことは、君の体もこの世界に飛ばされてると思うんだよね。じゃあこの世界で俺の体を見つければ元の世界に戻れるんだな。そういうこと。いっぱいいるから頑張って集めてよ。ちょっと待って。あよ、なんかすごいな、急なミニゲーム展開になりましたけど、このなんか歩いてる空を全部集める感じですね。うお、なんかちょっと、全部集めてないよまだ。どうした？空、君は？私はナミネ。あ、ナミネ、よかった。やっぱり君は姿を失わなかったのね。どうしてここに？帰りの心の中にいた私は強い闇の衝撃を受けて気づいたらこの世界だった。帰りは？帰りの心は感じてる。君の消滅を食い止めようとしてる強い気持ち。俺の体が完全に失われなかったのは帰りがつなぎ止めてる。早く言ってあげて。分かってる。でも君は？ナミネも元の姿に戻したいんだ。ううん、私はいいの。私はもともとカイリから生まれた。カイリが復活すればまたその心に戻る。俺はナミネにお礼を言わなくちゃいけない。データの世界では言えたみたいだけど、この世界ではまだ言えてない。でもまだ言えないんだ。たとえナミネやロクサスが納得していたとしても、それはきっと本心じゃない。俺はロクサスの記憶に触れてそれを感じた。ロクサスを待つ人がいる。でも私はいるよ。俺やカイリやドナルドやグーフィー、王様もロクサスだってナミネに会いたいはずだ。そして一番会いたい人が迎えに行くよ。ソラ、ありがとう。ともかくカイリが復活すればナミネもこの世界から出られるんだよな。急ぎよ。あ、待って。え？私は記憶をたどって唯一足取りが途絶えていたテラと話したことがある。
え、そうなの。強い思いで元の世界にとどまっている。ほう。私がそのつながりをたどってみるわ。それできっと敗北の運命が変えられる。え？私も戦うってことかな。そういうとこやっぱりカイリに似てる。ありがとう、ナミネ。ああ、これはさっきのお礼とは別ね。うん。じゃあ、行ってくる。はあ、なるほどね。気をつけてね。じゃあこれロクサスとかも出てくるか。まだ他にもさ、ナミネみたいに心と会話する、ん？これは？え？なんだこれ？おかしいな。走っても走ってもパパさんのところにたどり着かないぞ。ははーん、これは前にやった。かくれんぼって遊びだな。よし、見つけるぞ。うん、見つからないや。もう高3だから出てきて。僕はこんなに探してるのにパパさんは探してくれてないのかな？あれ、ちょっと待って、パパさんの声が聞こえる？わかった、あの光に向かって走ればいいんだね。誰？誰ですか？あ、これで全部回収した。あ、ロクサスとか出てこないんだ。なんか至るところにこういうのがあるね。誰なんだろう、これ。お？ソラの体がちょっと戻ってきてんね。君は？私は…よかった。君は話せるんだね。あなたはなぜこの世界で人の姿を保てているのですか？いや、それは俺にもわからないんだけど。そうなんですね。君は誰かの心なの？私はその名も姿も奪われ、今は何者でもありません。そんな、君の心は存在してるじゃないか。彼を待ち続けているからです。彼？誰か助けに来てくれるの？それは分かりません。彼も姿を奪われ、今存在する彼は別の心を宿しています。もし彼が元の心を取り戻す時が来れば、きっと私を探し回ると思います。だからここに留まり続けているのです。そうか、君も諦めないんだね。諦めない？そういう選択肢もありますね。考えもしませんでした。いいと思うよ、その方が。俺の知ってる子もそんなだ。諦める選択肢はない。俺も教えられた。ところで、誰に姿を奪われたんだ？ハートレスが奪うのは心だから、ノーバディ？人でしょうか。人が？俺に何かできればいいんだけど、今はどうすればいいのか。あなたはあなたのなすべきことをしてください。なすべきことか。いっぱいあるよ。じゃあいっぱい頑張らないといけませんね。うん、そうだな。でも何からすればいいんだろう。この世界に来ても姿を保っていられるあなたなら、きっと強い思いがあるんだと思います。その思いを信じてみたらどうでしょうか。ありがとう。君は不思議だね。なんか元気になるよ。君が待ってる人も早く来てくれるといいね。はい、
ありがとうございます。あ、そうだ、もしその彼に会ったら伝えとくよ。彼の名前は？え、ちょっと。え、誰よ、ちょっと教えてよ誰、この子誰、この子誰っていう感じだし、その相手も誰っていう感じなんだけど、あれ、これは話せないのか。待って、めちゃくちゃあんな。これは彼とは友達、周りにそう言い続けているうちに、いつの間にか意識するようになって、何度か一緒に居づらくなって距離を置いてたら、本当に離れ離れになっちゃった。ああ、彼はどう思ってんだろう。感情が満ちてくる？うん、そうだね。その気持ちに応えなくちゃ。え、ちょっとさっきの人の、あれが気になりすぎる。もう何も教えることはない。そう言い渡したとき、歓喜するものと、思っていた。ん？おや？あ、あやつか。おやつかと思った。あやつの顔には悲しさが入り混じっていた。技はすべて教えたはず。一体これ以上何を、え？望むというのか。それが確かめられるぬまま、時間だけがちょっとダメだ。読めないわ。文字読めないわ。ついにこの時を迎えてしまった。しかし、離れてみて分かった。あやつが何を望んでいて、また、わしってことは、結構おじいちゃん。わしも、同じものを望んでいたことが、それは技術の伝承だけではない。心のつながりだ。よくわからない。この人たちは誰なんだ？ちょっと一通り見てはみますけど、あの人とは本当に長い時間一緒に過ごした。もちろん楽しいことばかりじゃない。辛いことも悲しいこともあった。でも今となっては、すべてかけがえのない大切な思い出。十分に経験した、もう思い残すことはない。そう思っていたけれど、そうね、特別なことじゃなくていい。何でもない日常を重ねることが大事よね。何？何の話してんの？俺は戦いに敗れた。あとは消えるのを待つだけのはずなのに、中途半端のままとどまっている。俺に後悔も未練も残っていないというのに、一体なぜ？繰り返す。え？じ？じ？何これ？じ、え？わかんない。時折思い出される。奴との戦いのピリピリした緊張と高揚。そうか。刃を交えた彼も同じ顔をしていたな。しかしまだ、また奴と、誰これ？全然わからないんだけど。ご主人様。長年お仕えしていましたが、恥ずかしながらお先に一等間をいただくこととなってしまいました。ご主人様にとって私など、名前はおろか存在もお認めではなかったことでしょう。ところがどうしたことでしょう。私が管理を仰せつかっていた美術品には、うっすらと埃が積もっているではないですか。なんとご主人様は私の仕事を他の者に引き継ぐことを禁じていると。大勢の中の一人ではなく、一人一人との関わりを大切に思ってくださったことに感謝の念しかございません。この思いに応えなくてはなりませんね。全然わからないんだけど、本当に。よかった。話しかけられたってことは僕は存在してるってことだね。意識、記憶、かな？感情や思い出は次々と浮かんでくるんだけど実感がなくて。もうどうでもよくなって全部忘れようとしたんだ。
でもどうしても忘れられない思い出のかけらがあった。もしかしたらその思い出が僕をつなぎ止めてくれたのだ。え？何これ？なんか今までのなんかシリーズとかさ、なんか重要なキャラクターだったりしたのかな。空が、空めっちゃ浮いてるわ。すごいすごいすごい。ここの空すごいな。うわ、これ、ちょっと大変かもしれんな。111。何してんの？ちょっとこれ結構大変かもしれないんで、ちょっとカットしますね。111人。111匹ワンちゃん。111匹空ちゃん。回収してきまーす。待って、気持ち悪い、こいつら。何やってんだこいつ。気持ち悪いなこの空。でもそろそろ111匹集めれそうですね。あ、あと1匹、あと1匹。 OK。 いやちょっと結構ね大変でしたね。そう、まあ、111匹ぴったりっていう感じじゃないだけまだマシでしたけど、なんか100、あ、ちょっと112匹集めちゃってるけど、まあいいや、先に進みましょう。はい、これでね多分戻れるかな、元の世界に戻れる感じのね体になってるので、見つけたみたいだね。あ、じゃあいつものように帰って。冷たいな。だってこれ僕の本来の役目じゃないんだよ、サービスなんだから。そういえばさ、チリシーも姿を保ってるだろ。どっかに体落ちてて見つけられないの？僕はそういうんじゃないよ。じゃああれか、チリシーも誰かの迎えを待ってるとか。近いかな。誰だよ、探してやるよ。いいよ、今彼は過去の記憶はないし、何より今の仲間たちときっと楽しく過ごしてる。誰ですか？ここにいればまた彼に会えると思うから。誰、もうわかんないことだらけだわ。じゃあまた俺が会いに来るよ。俺たちもう友達だろ。友達か、なんだか懐かしいな。まあ、多分あれのことなんでしょうね。キーバックカバーで出てきた誰かのことなんだとは思うんですけど、ちょっとそのストーリーも若干忘れかけてるんで、ちょっともう一回見ようかな。でもどうやってみんなを助ければ。君はキーブレード使いなんだよね。心を失った人の心を取り戻す力は習得してないの？心を取り戻す、ちょっと違う気もするけど、目覚めの力かな。よくわかんないけど自信ないの？いや、助けたい一心。よし、闇を照らす光を探して。
を導く心のままに。かわいい。チリシーかわいすぎる。ベイマックスの次あたりぐらいにかわいいね。まあ、やっぱベイマックスが一番だわ。ちょっとね、そろそろ終わりたい。トイレ行きたい。めっちゃトイレ行きたい。早くムービー終わってほしいな。お前は諦めない。あ、ちょっと時間が遡ってる感じだね。またそこで助けるかと思ったんだけど。ヘラクレスの世界、ここにリクが。誰もいないのかな。私がいますよ。ジミニー、無事だったんだな。大変なことになりましたね。でも負けるものですか。早くみんなを探しましょう。あ、なるほど。なんか落ちてる。何これ。なんか水色のやつ落ちてるよね。はい。なんか多分まだまだ続きそうですね。続きそうっていうか、まだまだなんだろう、パート、あと1パートとかで終わるのかなって思ったんですけど、結構ねこっからも盛りだくさんな感じがしてきましたね。はい、こっからまたね帰りとかを助けたりして、まあみんなで戦うっていう感じになると思います。はい、ということでちょっとトイレが近いので、はい、ちょっと今回はこの辺で終わりにしたいと思います。はい、どうもご視聴いただきありがとうございました。また続きよかったら見てください。お疲れ様でした。じゃあね、バイバーイ。